フィリップ・メイソン・ガーナーは、アメリカ合衆国テネシー州ジェファーソン軍、ジェファーソンシティ出身の元プロ野球選手、監督。うと右打ち。現役時代は、敬語球団でプレーし、30トール以上3度の瞬足内野手として鳴らした。泥臭いプレースタイルから、スクラップアイロンの愛称で親しまれた。1970年6月の MLB ドラフト8巡目で、 モントリオールエクスポズから指名を受けるも、入団せず、7ヶ月後の2時、ドラフト1巡目で、オークランドアスレチックスから指名され、プロ入り。1973年にメジャーデビューを果たし、ピッツバーグパイレーツ在籍時の1979年には、ワールドシリーズ制覇を経験した。オールスターにも3度選出されている。1988年に引退。引退後は、 ヒューストン・アストロズで、コーチ、ミルウォーキー・ブルワーズ、デトロイト・タイガース、アストロズの監督を歴任。監督初年度1992年には、いきなり92勝を挙げ、地区ニ位に躍り出る。アストロズ監督時の2004年には、途中就任でチームをポストシーズンに導き、 翌2005年には球団史上初のワールドシリーズ進出を果たすなどの功績を残している。その一方で、監督時代は3球団ともすべてシーズン途中に解任されている。ブルワーズ、タイガース監督時代、自身の下でプレーしていた野茂秀夫を高く評価していることでも知られる。2012年にはアスレチックスで球団特別顧問を務め、 日本開幕戦の際にも来日している。ありがとうございます。